では、A、ABO 式血液型について、ハーディー・ワインベルグの法則の演習を見ていきます。ハーディー・ワインベルグの法則が成り立っている集団があるとします。A の遺伝子頻度が P、B の遺伝子頻度が Q、O の遺伝子頻度が R だとします。で、P プラス Q プラス R イコール1です。では、A 型の人の出現頻度を求めましょう。これ、一見難しそうに見えますよね。なんか R なんていう文字が入ってきてしまうし、 p プラス9プラス r イコール1なんかね、見たことないから、一見難しそうに見えるんだけど、でもこれ実はとっても簡単で、例えばこの p プラス9プラス r イコール1って、これむちゃくちゃ当たり前なこと言ってて、例えば、このイラスト見てほしいんだけど、袋にピンクのボールが2個、黄色いボールが1個、オレンジのボールが1個入ってる。では、このピンクのボールの頻度はいくつだろうピンクのボールの頻度は、ボール4個中2個だから4分の2。 で黄色いボールの頻度はボール4個中黄色いのは1個だから4分の1。でさこれピンクのボールの頻度と黄色のボールの頻度とオレンジのボールの頻度ってこれ全部足したら4分の4で1になるよね。4分の2 4分の1 4 1 1 1は1になるよ、ね、まあ当たり前だよね。ボールが4個しかなくてでその4個はピンクか黄色かオレンジのどれかなんだから。 このピンクの頻度4分の2と、黄色の頻度4分の1、オレンジの頻度4分の1、全部足したら、4個中4個、1になるのは当たり前だよね。だからこれ P、P プラス Q プラス R イコール1って当たり前なんだよね。遺伝子が何個あろうが、それは A か B か O のどれかなんだから、それは A の頻度、B の頻度、O の頻度を全部足したら、この、ま、このイラストでは分母が4だけど、この分母がいくつになろうが、それ足したら1になるに決まってる。足したら1になるに決まってるんですね。では、A 型の人の頻度、 A 型の人の出現頻度を求めてみましょう。この A の遺伝子頻度が P っていう意味は、このむちゃくちゃたくさんいる集団から1個遺伝子を選んだ時に、その遺伝子が A である確率が P だって言ってるんですよ。例えば P が10分の1だったら、何か遺伝子を適当にこの集団から選んだら、10分の1の確率で俺たちは A っていう遺伝子を引けるっていう意味なんですよ。だから A が入った生子の存在頻度は P。そうだよね。この集団から、 適当に精子を1個持ってきたらその精子の中に A が入っている確率は P だ、ね。A が入った精子の頻度は P。もちろん同じように B が入った精子の頻度は Q。O が入った精子の頻度は R。ランも同様。で、これらが、ね、ランダムに受精する。ね、ハーディ・ワインベルグの法則が成り立っていると,は成り立ってい,るということはランダムに受精が起きるし。まあ、この遺伝子頻度が、ねえー、これからどんどん世代が。 え、どん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 世代が進んでいっても、この遺伝子頻度が変わんない。まあ、それがハーディ・ワインベルグの法則から成り立ってる集団だよね。では、これランダムに後輩が起きると、AA、遺伝子 A を2つ持つ人が生まれる確率は P 事乗だよね。だって、P の確率で A が入った生死が選ばれて、P の確率で A が入った欄が選ばれるんだから、AA、ね、A が入った生死と A が入った欄が出会う確率は P 事乗だよね。 なんていうか、えっと、10分の1の確率で A が入った精子があって、で、10分の1の確率で A が入った卵があるんだったら、AA、ね、A を2個持つ人が生まれる確率は、10分の1かけ10分の1の100分の1だよね。で、こっちも同じように、O が入った精子と A が入った卵が受精して、AO が生まれる確率は PR。で、これも同じように、A が入った精子と O が入った卵が受精して、AO が生まれる確率は PR。だから、結果、この AA と AO、AA っていう遺伝子型の人と、 AO っていう遺伝子型の人が全員 A 型になるんだから A 型の出現頻度は P 字上プラス 2PR となるわけだ P 字上足す PR2 個分、ね、2PR となるわけだこれ当然ハーディー・ワインベルグの補足が成り立ってるわけだからこの遺伝子頻度はずっと変わんない、ね、遺伝子頻度は何回自由交配繰り返そうがずっと変わんないんだからどの世代を見たってどの世代を見たって A が入った精子は P で O が入った精子は R の頻度で存在するし A が入った欄は PO が入った欄は R の頻度で存在するんだからどの世代を見たって A 型の人の頻度、ね、どの世代の A 型の人の頻度もどの世代の A 型の人の頻度も P 事情プラス 2PR になってるはずだよね。でこんなふうにね3つ遺伝子が出てきちゃってもとっても考え方は、えっと、変わらないし簡単なんでもう一度復習してみてください。